はい、お疲れ様でございます。今日はですね、私がね、普段ね、利用しています Android 版のね、 YouTube アプリ、実はね、このね、 YouTube アプリの中でですね、こんなことができるんだということをね、ついね、先日知ったことがありました。今日はね、そんなね、 Android 版の YouTube アプリでこんなことができるんだよということをね、ご紹介してみたいと思います。ではね、まずね、今ね、こちら表示しておりますのはね、これね、私のですね、 YouTube 動画でございます。これね、1ヶ月半ほど前にですね、アップした YouTube 動画なんですが、早速ね、これね、再生してみたいと思います。まあ、こんな感じでね、今ね、再生してるんですが、まあ、まずね、この YouTube アプリ今開いてる状態なんですが、これをね、閉じるとですね、こういうような感じでね、まあ、小窓表示になるというところでございます。これね、ご存知の方もね、多いんじゃないでしょうか。この小窓表示ですね、いろんなところにね、こう持っていたりすることができますんで、まあ、こちらここに置いたりとか、この辺に置いたりとかですね、こういった置くことができるというふうな感じなんですが、実はね、この小窓表示なんですが、いつの間にかですね、このね、まあ、大きさをね、変えたりすることはね、できるようにね、なっておりました。例えばなんですけど、こういうふうな感じでね、大きくしたりであったりですね、あとはね、もっとこう小さくするとかっていうことも可能でございます。ちょっとね、今ね、こう動かしながらね、こう斜めにね、することもできたんで、こうね、斜めのポジションでね、置けるのかなと思ったんですが、残念ながらこれはね、普通にね、戻るというところなんですが、こういうふうにね、まあ、画面いっぱいいっぱいにね、大きくすることもできたりしますんで、まあ、例えばね、ちょっとね、これ大きくね、見たいなと思った時はですね、こういうふうにね、大きくしたりとか、あとはね、まあ、ちょっとね、かなり小さくしたいなというふうにね、思えばですね、こんな感じでね、かなり小さくすることもできます。これだとね、かなりね、小さくなるんでね、邪魔にならないかなというところで、まあ、例えばの使い方なんですが、例えば、こういうふうにね、ブラウザを開いてですね、まあ、こういうふうな感じでね、まあ、ブラウザを見ながら、そしてね、この右上の部分にですね、ここにね、YouTube の動画をね、再生するとか、いうふうなね、使い方もできたりしますんでね。あとはね、まあ、例えば、Twitter とかですね、Facebook とか、Instagram とかですね、まあ、そういったね、SNS をね、使いながら、そしてね、まあ、YouTube の動画を再生するとかっていう形でもね、使えるのかなと思うところですよね。このね、これだけね、小さくなるっていう風に、ね、なってくれるとですね、かなりね、使い勝手もね、いいんじゃないでしょうか。今までね、まあ、これぐらいの大きさだったりすると、まあ、これはちょっと大きすぎか、今までね、これぐらいの大きさだったんですけど、これだとね、どうしてもこの辺のね、まあ、いわゆるスマートフォンのね、まあ、4分の1ぐらいのね、画面がね、見えなくなってしまうと、やっぱりね、ちょっとね、いろいろね、まあ、不都合が起きたりするんですが、ほんとね、これぐらい小さくなってくれるとですね、ほんとね、動画再生しながらですね、いろんな他のことがね、できるかなと。まあ、マルチにね、活躍することができるっていうところでね、非常にね、いいかなっていうところでね、思っているところでございます。またね、私ね、まあ今ね、YouTube プレミアムっていうですね、月々いくらだったかな、1200円ぐらいだったかな、払えばですね、まあ、例えばバックグラウンド再生であったりとか、あとね、広告なしでね、YouTube を再生できるとかっていうふうなね、機能を持っております。まあ、例えばね、電源をね、落とした状態、スマートフォンのね、電源を落とした状態でもですね、まあ、YouTube のね、動画再生することもできたりしますんで、まあ、そういったところもね、非常にね、YouTube ね、有料プランにはなるんですが、入るとですね、非常に、使いやすいところもありますんで、ぜひね、そういったところもね、含めて皆さんもね、使ってみていただければなと思います。はい、ということでですね、今日は、まあ、YouTube、Android 版の YouTube アプリですね、実は気づかない間にこんなね、機能がついておりました、というところをね、ご紹介させていただきました。今日のお話、面白かったな、参考になったなと思いましたら、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺で動画を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。